はい、こんにちは。遊ぶネフシリーズまだまだ続けます。本日はアングーラ編再び行ってみたいと思います。はい、アングーラで遊びますよ。スタンドがね、こうステンダーって言うんですけどね、この4つついてる、これがねアングーラ面白いんだけども、なんとですね、今日は使わないね。でこれだけで遊んでみたいと思います。今日のテーマは遊び、それから動きかな。じゃあまず一発作ってみますね。これこうして割れるね。こうしたら、あ、これだけでね、もう蝶々できたとかね、いう子もいますが、こういう組み方があります。この組み方は昔からのね、パターン表にも出てますね。で、なんとこのアングラ2つ使って、クリスマスツリーを作るっていうね、動画も過去に撮ったことがあります。ちょっとね、クリスマスツリーになるとさすがに激ムズになってくるんだけどね。最後の1個、これ乗せたところで、はい、バランスが取れるというね。取れませんね。はい、これは横でなく、ここの方が綺麗かな。こういうものがあります。で、まあこれは組み方の、あの一つの例なんだけども、これ一個、これ一個取って、どれ取ったら壊れるかっていう話ね。はい。これでもう壊れると思います。やってみます。ね。という、こういう遊びね。まあ、最後に壊すっていうのもね、遊びの中にあります。壊すことを目的になると遊びじゃないくなるかもしれないんだけどね。でもまあ、これくらいはね、ドミノ倒しに近いかな。で、これをちょっとだけずらしておく。それで、これをこのあたりに置く。そうするとですね、ここか、ここか、ここ、こっちか、こっちか、ここか、いや、ここか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 。嫌がってます、嫌がってます、嫌がってますね。ここか、ダメか。やりたいのは何かっていうと、キューブを1個取っただけで壊れるっていうとね、それまた、なんとなく、なんだか知らないけど楽しいっていうね。いや、これはもう一回やりましょう。それ取っていただけますか。こうして、こうして、きちっと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 、これで、ここへ置く。ここへ置く。で、ここへ置く。どうだ？やっぱり向こうへ行きたがるのか。これで、これ一個取っただけで壊れるっていうと、なんとなくね、それはそれで面白いなと。こう思うわけですね。はい。次の遊び。次はですね、こういう組み方をしましょう。こういう組み方ね。はい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 、これでこうしたら、よし、よいしょ、はい、これでずらしていく。これも私がこのアングラで散々遊んでた時に、考えた遊びで、
積み木ショーの時にもたまにやったりするかな。どういう遊びかというと、はい、今の遊びみたいなもんで、どれを取ったらこの L 字で立っているこいつが、もちろんこれはこうして、ここで言うとね、立たないわけですね。立たないけども、どれ取ったら全部壊れるかみたいな、こういう遊びですね。はい、これ取っても大丈夫でしょうね。まあ積み木ショーの時には子供たちが大勢目の前にいますから、どれ取ったら壊れると思うって聞いてね、これ取ったら壊れると思うってあげる子いるんですね。バタバタバタってみんな壊れるんじゃないかね。はい、やってみましょう。あ、これご覧になっている方も、どの色かなって、黄緑かなとかね、黄色でもう壊れるんじゃないかなとかね、イメージをしながら見ていただくとちょっと楽しい。はい、行きます。これ取ったらどうかな。あ、大丈夫大丈夫。これはどうでしょうか。あ、大丈夫ですね。これは、おっと、オレンジが動いてます、動いてます。動かないように止めながら。あ、大丈夫ですね。じゃあ、オレンジはどうでしょうか。そろそろ危ないでしょうか。お、まだ、まだ立ってますね。黄色はどうでしょうか。あ、大丈夫ですね。そろそろ、黄緑はどうでしょうか。あい抜きます。黄緑が正解でしたねっていうね、こう罪のない遊びでしょね。これね、黄緑抜いても立っている場合もあるし、というのはね、この幅の問題なんだよね、多分ね。これでね、立ってたりするし、当然これはここまで抜いちゃうとさすがにもうダメなんだけどね。はい、では次、今の真逆の遊び。はい、これもね、子供にはクイズにして遊んでみたりしますが、はい、真逆の遊びってどういう遊びかっていうと、これはそのままで手を離すと倒れます。倒れます。無理です。はい、こうしたらどうかな。手を離してみますね。あ、無理ですっていうね。さあ、じゃあこれをずっと続けます。はい。こうして、こうして、ね。こう続けていったときに、はい、最終的には、こんな、ね。こんな状態になりますよ。こんな状態になりますが、どの色まで積んだら、ね、立つかという話ですね。壊れるかではなくて、今度は何色まで積んだら立つかっていうね、こういう話ですね。はい。じゃあやってみましょうか。はい。これはさっきやりましたっけ？手を離しますよ。あ、無理でした。はい。では、緑はどうでしょうか？はい、行ってみます。手を離します。あ、無理でした。黄緑行ってみます。もう立つんじゃないか、そろそろ。手を離します。無理でした。黄色ならどうかな？お、立ちましたよ。じゃあ、オレンジはどうかな？やってみますね。はい。無理でした。はい、正解は、ピタッとくっつけた場合は黄色で立ちます。ね。もちろんピタッとくっつけた場合やっていうのはどういうことかっていうと、ここで立たせたいと思った子は、ここちょっとこう、こんなんで立ちますよ。ね。まあ、こういうのもね、遊びとして、なんかね、本当に罪のない遊びです。ですが、子供と一緒に遊ぶときも、どうしたら立つと思うとか、どこまで取ったら壊れると思うなんていう遊びもね、ありかなっていうふうに思って
って本日は紹介させてもらいました。ご視聴ありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録をお願いいたします。